当館が入居していたマリンコープドラの外観都シネマリーンはかつて岩手県宮古市にあった映画館。日本で唯一生活協同組合が運営している映画館であった。当館を運営していた宮古映画生活協同組合は1992年4月に発足した映画サークル宮古シネマクラブが前進。 当時すでに映画館が閉館していた宮古市内において、良質な映画の自主上映活動を行ってきたが、1995年、岩手生活共同組合が、宮古市を山田2丁目にショッピングセンター、マリンコープドラを建設するのに伴い、同センターの2階に映画館を新設することを決定。翌1996年12月に組合を、 発足させ、出資金7000万円をもとに、1997年4月26日に、宮古シネマリーンが開館した。2000年時点の岩手県沿岸部にある映画館は、陸前高田市の高田交友館と、宮古シネマリーンの2施設のみだった。2012年から始まった、映画祭、宮古ほっこり映画祭の主会場でもあった。2001年に、 約5万人だった年間入場者数は2008年以後のリーマンショックを受けて約2万5千人に減り2011年3月11日の東日本大震災後には約1万8千人になるなど運営面で苦境が続いた2012年から2013年にかけて映画上映のデジタル化の流れが進んだ時期にあっては高価なデジタル上映機材を導入する 自己資金がなく、全国から集まった1600万円の募金のもとに、デジタル化を完了したが、その後も、観客数は回復せず、累積赤字が約4000万円に達し、常設館としての営業が困難となり、2016年6月12日の、都映画製競争大会で閉館を決定。同年9月25日をもって常設館としての営業を終了した。 宮古映画盛況は、当館閉館後も活動を継続。当館で使われていた2台の映写機を、宮古市民文化会館と釜石市の釜石ピットに移設した。2019年現在も、有料の定期上映を続けており、宮古市では、かつての組合の常設館、シネマリーンだった、マリンコープドラナイのホールを曲がりする形で上映を行っている。一方、 宮古市内で再び常設館を開くことも模索している。主に全評判の高い洋画、邦画、ミニシアター向きの作品に至るまで多彩なジャンルの映画を上映していた。宮古映画正協は当館の運営の傍ら、交通の便の悪い山間部などに出向いて移動上映会を開いていた。東日本大震災後は三陸沿岸の避難所や、 仮設住宅などでも380回以上の巡回上映を行った。これが評価され、2016年の第70回毎日映画コンクールで、当時当館の支配人だった串しげ則に特別賞が授与された。宮古映画盛況では、宮古、釜石での定期上映会と並行して、各地での巡回上映も引き続き行っていく予定である。ありがとうございます。